第1部第1章オリエントと地中海世界。第1章ではオリエント及び地中海周辺地域の古代文明を取り上げる。古代文明のうち最も早く成立したオリエント文明ではインダス文明や中国文明と同じく大河の治水灌漑に基づく神権政治が行われ、その政治形態は一部後世のイスラーム世界にも引き継がれた。文化的にはエジプトの太陽暦、メソポタミアの六地神法、フェニキアの標音文字などがヨーロッパに伝えられ、パレスチナに誕生した一神教は後にキリスト教を生み出した。またオリエント文明の影響を受けて東地中海沿岸に誕生したエーゲ文明では、いくつかの王権が超王国を支配していた。エーゲ文明崩壊後に出現したギリシア文明は、ポリスという独特の社会の仕組みから生まれた。ポリス社会は奴隷制がその経済的基盤ではあったが、専制王権がなく独立した自由な市民たちの共同体であった。そこでは上からの命令ではなく、対等な議論による説得が人々を行動に向かわせた。ここから直接民主制が発生した。市民の自治に根ざしたポリス社会は、古代地中海世界の基礎となる都市生活の原型となり、また人間中心的で合理主義的な精神文化を生み出した。ギリシアの影響を受けてイタリアに誕生した都市国家の一つローマは、強大な軍事力を背景にやがて地中海周辺全域を統一した。ローマ帝国は以前からあった様々な文化、文明、民族を地中海世界という一つのまとまりの中に統合を吸収し、都市を中心にギリシア文化を継承、発展させて植え付けた。ローマの平和の下で繁栄したローマ文明は、その後のヨーロッパ文明の直接の母体である。一方、ローマ帝国に急速に広がったキリスト教は、ギリシア文化とともにヨーロッパ思想の重要な源流となった。1、古代オリエント世界。オリエント世界の風土と人々。オリエントとは、ヨーロッパから見た日の昇るところ、東方を意味し、今日、中東と呼ばれる地方を指す。この地方は、雨が少なく気温が高いために、砂漠、草原、岩山をなす地域が多い。そこでは、羊やラクダを飼育する遊牧生活に加えて、沿海や河川流域の平野、あるいは点在するオアシスで、麦、豆類、オリーブ、ナツメヤシなどを栽培する農業が営まれた。特に、ティグリス、ユーフラテス川、ナイル川など大河の流域では、定期的な増水を利用して、早くから灌漑農業が行われ、大規模な定住が進み、高い文明が発達した。ティグリス、ユーフラテス両河流域のメソポタミアでは、前3000年頃から都市文明が栄えた。この地域には、アラビア半島や周辺の高原から、セム語系やインド、ヨーロッパ語系の遊牧民が、豊かな富を求めて移住し、複雑な歴史を繰り広げた。ナイル川によって生きるエジプトは、一時は異民族の侵入があったが、メソポタミアと異なり、砂漠と海に囲まれているため、エジプト語系の人々が長期にわたって高度な文明を営んだ。また、両地方を結ぶ交通路に当たっていた。チリやパレスチナ地方では、セム語系の人々が地中海の交易に活躍した。オリエント社会では、大河を利用した治水灌漑のために、早くから宗教の権威によって統治する強力な神権政治が行われ、神としての王の権力や、信仰生活のありさまを表現する独特の文化が生み出された。シュメール人の都市国家、灌漑農業の発達したメソポタミア南部では、前3500年頃から人口が急激に増え、神殿を中心に数多くの大村落が成立し、やがて文字が発明され、銅、青銅器などの金属器が普及し始めた。前3000年頃には、神官、戦士、職人、町人などの数が増え、大村落はやがて都市へと発展していった。各都市はそれぞれ独立の道を歩み、
前2700年頃までに、ブルクなど、シュメール人、民族系統不明の都市国家が数多く形成された。これらの都市国家では、王を中心に、神官、役人、戦士などが都市の神を祀り、政治や経済、軍事の実権を握って、人々を支配する、階級社会が成立した。各都市国家は、大規模な治水や灌漑によって、生産を高め、交易を通じて、必要物資を入手し、互いに競い合う状態が生まれた。その結果、優勢な都市国家の支配層には、莫大な富が集まり、壮大な神殿、宮殿、王墓が作られて、豪華なシュメール文化が栄えた。しかし、絶え間ない戦争のために都市国家は衰え、前24世紀にセム語系のアッカド人によって征服された。メソポタミアの統一と小アジア。アッカド人はメソポタミアやシリアの都市国家を統一して、広大な領域国家を作ったが、間もなく滅び、代わってセム語系のアムル人が、バビロン第一王朝、古バビロニア王国を起こし、ハンムラビ王の時に全メソポタミアを支配した。王は、運河の大工事を行って、治水、灌漑を進め、また、ハンムラビ法典を発揮して、法に基づく強力な政治を行った。この法典によれば、王は神の代理として統治し、刑法は目には目を、歯には歯をの、復讐法の原則に立っていたが、刑罰は被害者の身分によって違っていた。ハンムラビ王の時代に栄えた文明は、周辺の諸民族にも及び、やがて、彼らはその富を求めて、侵入と移住を繰り返すことになった。そのうち、早くから鉄製の武器を使用した一帯都人は、前17世紀半ば頃、アナトリア高原、超アジアに強力な国家を建設し、メソポタミアにも遠征して、バビロン第一王朝を滅ぼし、さらにシリアにも進出してエジプトと戦った。また、カッシート人は、南メソポタミアに侵入して、バビロン第一王朝滅亡後の、バビロニアを支配した。このほか、ミタンニ王国も、北メソポタミアから、シリアに領土を広げ、ヒッタイトに服属するまで、強大な国力を保った。こうして、オリエント世界では、前15から前14世紀に、エジプトの新王国も含めて、諸王国が並立する。複雑な政治状況が生まれ、数世紀間の混乱が続くことになった。メソポタミアは、多神教の世界であったが、民族が交代するごとに、信仰される最高神も変わった。文字は、シュメール人が始めた、くさび型文字が、多くの民族の間で使用され、言語が異なっても皆、粘土板に、くさび型文字を書き記した。また、六字神法や太陰暦の使用、それに基づくブルード氏の設置など、天文、暦法、数学、農学をはじめとする実用の学問が発達した。ハンムラビ法典、罰水、一条、人がもし他人を死刑に値するとして告訴し、しかもこれを立証し得ないときは、告訴人は死刑に処せられる。53条、自己の堤防を強固にすることを怠り、彼の堤防において崩壊が起こり、水が工事を流し去った時は、崩壊した箇所の堤防の所有者は、彼が損失させた穀物を償わねばならぬ。195条。子がその父を打った時は、その手を切られる。196条。他人の目を潰した者は、その目を潰される。199条。他人の奴隷の目を潰したり、骨を折ったりした者は、その奴隷の値の半分を支払えば、それでよい。エジプトの統一国家、メソポタミアと共に、最も古く文明が起こったエジプトでは、ナイルの賜物という言葉通り、ナイル川の増減水を利用して、豊かな農業が行われた。この領域では、早くから多くの村落、ノモスが形成されたが、ナイル川の治水には、住民の共同労働と彼らを統率する強力な指導者が必要であった。そのため、エジプトは間もなく、統合への道を歩み始め、全国統治のための
政治組織も次第に整えられた。前3000年頃、エジプトでは、メソポタミアより早く、王、ファラオ、による、統一国家が作られた。以後、一時的に、周辺民族の侵入や、外国の支配を受けることもあったが、国内の統一を保つ時代が、長く続いた。この間、約30の王朝が交代したが、そのうち、特に繁栄した時代を、古王国、中王国、新王国の3期に区分する。エジプトでは、王が生ける神として、専制的な神権政治を行った。長数の神官、役人などは、国土の所有者である王から、土地を与えられたが、住民の大部分は、不自由な身分の農民であり、生産物への租税と無償労働が課せられた。ナイル下流域のメンフィスを中心に、栄えた古王国では、クオーラが、おそらく自分の墓として、巨大なピラミッドを築かせた。これは、神である王の、絶大な権力を示している。中王国時代には、中心は、神エジプトのテーベに移ったが、その末期に、チリアから、遊牧民ヒクソスが侵入し、国内は一時混乱した。しかし、前16世紀に、新王国が起こって、ヒクソスを追放し、さらにシリアへと進出した。前14世紀には、アメンホテプ4世、イクナートン、ガ、ペル、エル、アマルナに都を定め、従来の神々の崇拝を禁じて、一つの神、アトン、だけを信仰する改革を行った。この改革は、王の死によって終わったが、信仰改革の影響で、古い伝統にとらわれない、写実的な美術、アマルナ美術、が生み出された。エジプト人の宗教は、太陽神ラーを中心とする多神教で、新王国時代には、首都テーベの守護神、アモンの信仰と結びついて、アモンラーの信仰が盛んになった。エジプト人は、霊魂の不滅と、死後の世界を信じて、ミイラを作り、死者の書を残した。彼らが使用したエジプト文字には、ティブニア墓室、石棺などに刻まれる、長形文字の神聖文字、ヒエログリフ、と、パピルス層から作った一種の紙、パピルス、に書かれる民謡文字、デモティック、とがあった。また、エジプトで発達した測地術は、ギリシアの幾何学の元になり、太陰暦と並んで用いられた太陽暦は、後にローマで採用されて、ユリウス暦となった。東地中海世界、地中海東岸のチリア・パレスチナ地方は、エジプトとメソポタミアを結ぶ通路として、また地中海への出入り口として、海陸交通に便利であったため、前1500年頃から、セム系のカナン人が活躍した。ついで、ギリシア・エーゲ海方面からの海の民の進出により、この地方を支配していた。エジプト一帯との勢力が後退したのに乗じて、セム語系三民族のアラム人、フェニキア人、エブライ人が活動を開始した。シリアに多くの都市国家を建設した。アラム人は、前1200年頃から、ダマスクスを中心に内陸都市を結ぶ、中継貿易に活躍した。そのため、アラム語が国際商業語として、広く使われるようになり、アラム文字は、オリエント世界で用いられる、多くの文字の源流となった。フェニキア人は、チドン、ティルスなどの都市国家を作り、クレタ・ミケーネ文明が衰えた後を受けて、地中海貿易を独占し、また、カルタゴをはじめとする、多くの植民都市を建設した。フェニキア人の文化史上の功績は、カナン人の使用した標音文字から、戦場のフェニキア文字を作り、これをギリシア人に伝えて、アルファベットの起源を作ったことにある。遊牧民であったヘブライ人は、前1500年頃、パレスチナに定住し、その一部はエジプトに移住した。しかし、エジプトでは、新王国の圧政に苦しみ、前13世紀に、指導者モーセに率いられて、パレスチナに脱出した。出エジプト。前1000年頃、ヘブライ人は王国を建設し、ダビデ王とその子ソロモン王のもとに栄えたが、ソロモン王の死後、国は、北のイスラエル王国と、南のユダ王国に分裂した。その後、
イスラエル王国はアッシリアに滅ぼされ、前722年、ユダ王国も新バビロニアに征服されて、前586年、住民の多くは、その都であるバビロンに連れ去られた。バビロン王州、エブライ人は、唯一の神、ヤハウェの信仰を固く守り、やがて、この全能の神により、ユダヤ人だけが救われるという先民思想や、救世主、メシアの出現を待望する信仰が生まれた。ユダヤ人は、約50年後に、バビロンから解放されて帰国すると、イエルサレムにヤハウェの神殿を再興し、ユダヤ教を確立した。しかし、やがてその信仰が形式化すると、これに新しい生命を吹き込んだのが、イエスであった。ユダヤ教の経典、旧約聖書は、イエスの教えを伝える、新約聖書と並んで、キリスト教の経典となり、ヨーロッパ人による思想、芸術活動の大きな源泉となった。古代オリエントの統一、前2000年期初めに、北メソポタミアに起こったアッシリア王国は、超アジア方面との中継貿易によって栄えたが、前15世紀には、一時ミタンニ王国に服属した。しかし、その後、独立を回復し、鉄製の武器と戦車、騎兵隊などを用いて、前7世紀前半に、全オリエントを征服した、強大な専制君主であったアッシリア王は、政治、軍事、宗教を自ら管理し、国内を州に分け、駅伝制を設け、各地に総督を置いて統治した。しかし、この大帝国も、重税と圧政によって、服属民の反抗を招き、前612年には崩壊して、オリエントには、エジプト、リビア、新バビロニア、カルデア、メディアの4王国が分立することになった。しかし、前6世紀の半ば頃、イラン人、ペルシア人のアケメネス朝が起こり、第3代のダレイオス1世は、西はエーゲ海北岸から、東はインダス川に至る大帝国を建設した。彼は各州に知事、サトラップを置いて、全国を統治し、王の目や、王の耳と呼ばれる観察官を巡回させて、中央集権化を図った。また、金貨、銀貨を発行し、税制を整え、海上では、フェニキア人の貿易を保護して、財政の基礎を固めた。陸上では、全国の領地を結ぶ、王の道と呼ばれる国道を作り、駅伝制を整備した。服属したい民族には、寛容な政治を行ったが、前5世紀前半に、ギリシアと戦って敗れ、ペルシア戦争、ついに前330年、アレクサンドロス大王によって征服された、イラン人は、領土内の、諸民族の文化を統合して、建築や工芸などに成果を上げ、また、くさび型文字を標本化して、ペルシア文字を作った、彼らの信仰したゾロアスター教、ハイカ教、は、このよう、全、光明の神アフラマズダと、悪、暗黒の神アーリマンとの絶え間ない闘争と解き、人間の幸福は光明神の恩恵を得て、最後の審判により楽園に入ることにあるとした、パルティアとササン朝、前334年、マケドニアのアレクサンドロス大王は、東方遠征に出発し、エジプトを征服した後、アケメネス朝のペルシアを滅ぼし、さらにインド北西部にまで進出して、東西にまたがる大帝国を作り上げた。アレクサンドロスが没すると、彼が征服したアジアの領土はすべてギリシア系のセレウコス朝に受け継がれた。しかし、前3世紀の半ばに、アム川上流のギリシア人が独立して、バクトリアを建てると、遊牧イラン人の族長、アルサケスもカスピ海東南部にパルティア、中国名は安息を建国した。パルティアは、前2世紀半ばに、メソポタミアを併合した後、クテシフォンに都を定め、東西貿易の利益を独占して、大いに栄えた。パルティアを倒して建国したのが、農業に基礎を置くイラン人のササン朝である、建国の祖、アルデシール1世は、クテシフォンに首都を置き、ゾロアスター教を国教に定めて、国の統一を図った。
第2代皇帝のシャープール1世は、シリアに侵入してローマ軍を破り、皇帝ウァレリアヌスを捕虜とした。また、東方では、インダス川西岸に至る広大な地域を統合し、中央集権的な体制を確立した。ササン朝は5世紀の後半、中央アジアの遊牧民エフタルの侵入を受けたが、オスロー1世の時代に、トルコ系遊牧民の突厥と結んで、エフタルを滅ぼし、また、ビザンツ帝国との戦いも、優勢に進め、和平を結んだ。しかし、オスロー1世の没後は、次第に衰え、7世紀半ばに、新興のイスラーム勢力である、アラブ人によって征服されて滅んだ。イラン文明の特徴、初期のパルティアの文化は、ヘレニズムの影響を強く受け、王はギリシア人を愛する者という称号を帯びていた。しかし、紀元1世紀頃、イランの伝統文化が復活し始めると、ギリシアの神々とイランの神々とが共に祀られるようになった。また次のササン朝の時代に、イランの民族的宗教であるゾロアスター教の経典、アベスターが編集された。3世紀の宗教家、マニは、ゾロアスター教や仏教、キリスト教を融合して、新しく、マニ教を起こした。マニ教は、国内では異端として弾圧されたが、北アフリカ、中央アジアのウイグル人によって信仰され、当代の中国にも伝えられた。ササン朝時代には、建築、美術、工芸の分野が大いに発達した。精巧に作られた銀器、ガラス器、毛織物、彩釉陶器の技術や様式は、次のイスラーム時代へと受け継がれるとともに、西方ではビザンツ帝国を経て、地中海世界に、東方では南北朝、隋唐時代の中国を経て、アスカ奈良時代の日本にまで伝えられた、法隆寺の獅子狩門錦、長宗院の執古兵などは、その代表的な例として知られる。ギリシア世界、地中海世界の風土と人々、古代地中海世界が一つのまとまった文化圏を形成したのは、地中海が重要な交通路となっていたからである。そのため文明は、沿岸部の都市を中心に発達した。他方、陸地は山がちで、夏は暑く乾燥し、冬に降る雨も少量で、大河や肥沃な太平野に恵まれない、森林はわずかしかなく、土壌は痩せた、石灰岩質である、穀物生産に適したエジプト、黒海沿岸などを別にすれば、大部分の土地はオリーブ、ブドウなどの果樹栽培や、羊の牧畜にしか適さない、古代地中海世界で大きな役割を果たしたのは、インドヨーロッパ語系のギリシア人と古代イタリア人であったが、彼らの文明が周辺の非インドヨーロッパ語系の人々から、影響を受けて発生したことも無視できない。エーゲ文明、東地中海沿岸では、オリエントからの影響のもとに、ヨーロッパで初めての青銅器文明が誕生した。これをエーゲ文明という。エーゲ文明は、まずクレタ島で栄えた。前2000年頃に始めるクレタ文明は、壮大で複雑な構造を持つ、宮殿建築が特徴である。クノッソスに代表される宮殿は、宗教的権威を背景に、巨大な権力を握った王の住居であった。クレタ文明を築いた人々の民族系統は不明であるが、彼らは外敵への警戒心が薄く、宮殿は城壁を持たなかった。宮殿の壁画には、人物や海の生物などが生き生きと描かれており、海洋民族らしい、開放的で明るく平和な文明であったことが伺われる。一方、ギリシア本土では、前2000年頃、北方から移住したギリシア人が、クレタやオリエントの影響を受けて、前16世紀からミケーネ文明を築き始めた。ミケーネ文明のギリシア人は、ミケーネ、ティリンス、ピュロスなどに、巨石でできた城塞王宮と、それを中心にした小王国を建てた。クレタ文明の人々に比べ、戦闘的で軍事に関心が高かったのが、彼らの特徴である。彼らは前15世紀には、
クレタ島にも侵入して支配するようになり、さらにその勢力は超アジアのトロヤにまで及んだ。年度版に残された千文字 B 文書の解読により、これら小王国では専制権力を持った王が役人組織を使って地方の村々の農民から農産物、家畜、武器などの嗜好業製品を効能として取り立て、それによって王宮で働く多数の職人や奴隷を養っていたことが明らかにされた。この仕組みを効能王政という。ミケーネ文明の小王国は前1200年頃突然破壊され滅亡した。効能王政の衰退や気候変動、外敵の侵入など複数の原因によるものらしいが、滅亡のはっきりした事情は不明である。その後ギリシアは暗黒時代と呼ばれる混乱した時代に入り、鉄器時代に移行していった。400年ほど続いた暗黒時代には人口が減少し、千文字 B も忘れ去られ、王国を捨て去った人々は新しい定住地を求めて移動した。本土からは混乱を避けて超アジア西岸やエーゲ海の島々に移住する者もあり、移動が終わる頃、ギリシア人は方言の違いからイオニア人、アイオリス人、ドーリア人に分かれていた。ポリスの成立と発展、前8世紀に入ると各地で有力者である貴族の指導のもとにいくつかの集落が連合し、アクロポリス、城山を中心に人々が集中、シノイキスモスして都市を建てた。これをポリスという。ポリスは防衛の中心となって人々の定住を促したため、社会は安定し、暗黒時代は終わった。人口も増加し、土地が不足したので、前8世紀半ばからギリシア人は大規模な植民活動に乗り出し、地中海と黒海の沿岸各地に植民市を建設したが、これは貿易活動を活発化させることになった。また同じ頃、フェニキア文字をもとに作られたアルファベットは商業活動で用いられるとともに、ホメロスの詩など文学の成立をも促した。ポリスは先進地域オリエントとの交易が容易な沿岸部を中心に成立したが、他方内陸部にはポリスが作られないままに終わった地域もあった。各ポリスは独立した国家で、古代のギリシアは常に小国分立状態に置かれ、統一国家を作ることはついになかった。しかし文化的側面ではギリシア人は共通の言語と神話、デルフォイのアポロン神の神託、4年に一度開かれるオリンピアの祭典などを通じて同一民族としての意識を持ち続けた。彼らは自分たちをヘレネス、異民族をバルバロイ、わけのわからない言葉を話す者、ノイ、と呼んで区別した。市民と奴隷。ポリスの住民は自由人の市民と、これに隷属する奴隷からなり、市民には貴族と平民との区別があった。貴族は血統を誇る富裕者であり、高価な武具を身につけ、騎馬で移動する戦士として、国防の主力を担っていた。こうして前7世紀までには、少数の貴族が政治を独占する貴族制ポリスが一般的になった。だが平民は貴族に従属せず、貴族と同様土地や奴隷を所有する独立した市民であって、市民同士の関係は平等が原則であった。他方、奴隷は人格を認められず、売買の対象となり、市民と奴隷との身分差は大きかった。奴隷は借財によって市民身分から転落した人や戦争捕虜、海外から輸入される異民族などであった。ポリスは城壁で囲まれた地域と周囲の田園から成り立っていた。地域の中心にあるアクロポリスは砦であると同時に神殿が建てられる神聖な場であった。アゴラ、広場では市場や集会が開かれ、市民が談話や議論を楽しんだ。田園には市民たちの所有地である持ち分地、クレーロスがあり、彼らの大多数はここで家族と共に少数の奴隷を使って農業を営んだ。ポリス市民団の中核はこの農業市民たちである。市民にとってはポリスこそが文明化された
人間生活の基盤であったアテネとスパルタ。奴隷制度が最も発達したアテネでは、個人所有の奴隷が普通であった。その数は総人口の3分の1にも上り、家内奴隷、農業奴隷として用いられたほか、手工業や銀山の採掘などにも多数従事させられた。アテネと並び大国であったスパルタでは、ドーリア系である1万人足らずのスパルタ市民が、非ドーリア系ではるかに多数の非征服民を奴隷身分の農民とし、農業に従事させた。彼らをヘイロー隊、エロットと言い、商工業に従事するペリオイコイ、周辺民と同様、スパルタ市民に隷属する身分であった。スパルタ市民は多数のヘイロー隊の反乱を防ぐため、貨幣の使用を禁止したり、持ち分地を公平に分配するなどして、市民団内部の平等を徹底し、結束を高めた。さらに、市民の団結が外国からの影響で崩れないように、他国との自由な行き来を禁止する鎖国政策を取った。リュクルゴスの政と呼ばれる、このような特殊な体制を全6世紀半ばまでに完成した。スパルタ市民団は、厳しい、軍国主義的規律に従って生活し、ギリシア最強の陸軍国を作り上げた。民主制への歩み、貿易活動が盛んになると、平民である農民の中にも、余剰農産物を売って、富裕になる者が現れた。ポリスの戦士は、武具を自費で用意するのが原則であったが、金属の輸入で武器が安くなると、富裕な平民は武具を買って参戦できるようになった。これにより、彼らが多数参加する重装歩兵部隊が、騎馬を利用する貴族に代わって、軍隊の主力となった。こうして、ポリスの政治の重要な問題である国防において、大きな役割を果たすようになった平民は、参政権を主張して、貴族と対立し始めた。ここから、ポリスにおける民主制への歩みが始まった。民主制が典型的な形で出現したのは、アテネであった。まず前7世紀に、ドラコンによって法律が成文化され、王による秩序の維持が図られた。ついで、前6世紀初頭に、ソロンが貴族と平民の調停者として改革を行い、決闘ではなく財産額によって、市民の参政権を定め、財産政治。また、負債を帳消しにし、以後借財を負った市民を、奴隷として売ることを禁止した、財務奴隷の禁止。やがて、多くのポリスでは、戦士と呼ばれる独裁者が、平民の支持により、非合法に政権を奪って、戦士政治を実現した。アテネでは、ペイシストラトスが、前6世紀半ばに戦士政治を確立し、中小農民を保護するなど、平民層の力を充実させた。これら中小農民層は、後に民主制の支持基盤となった。戦士政治の崩壊後、前508年に、アテネの指導者となったクレイステネスは、血縁に基づく旧来の4部族制を、地縁共同体に基礎を置く、10部族制に改める大改革を行い、アテネ民主制の基礎を築いた。戦士の出現を予防するため、陶片追放、オストラシズムの制度が作られたのも、この時である、ペルシア戦争とアテネ民主制。この頃、全オリエントを統一して、大帝国となったアケメネス朝ペルシアの支配に対し、ミレトスを中心とした、ユーニア地方のギリシア人植民士が、反乱を起こした。これをきっかけに始まったのが、ペルシア戦争である。ペルシアは、反乱を支援したアテネに、遠征軍を差し向けたが、民主制によって、団結を強めたアテネ市民の重装歩兵軍は、前490年のマラトンの戦いでペルシア軍を打ち破った。その後、アテネは、テミストクレスの指導により、海軍を拡充し、前480年のサラミスの海戦では、ギリシア連合軍が、彼の指揮のもと、ペルシアの大軍を、再び大敗させた。翌年のプラタイアの戦いで、ギリシア側の勝利は決定的となり、これによりギリシア人は、オリエントの専制支配から、ポリスの独立と自由を、守ったという自信を深めた。
ペルシア戦争勝利後、エーゲ海周辺の多くのポリスは、ペルシア再興に備えてデロス同盟を結び、アテネはその盟主となった。アテネは、強大な海軍力を背景に、他の同盟諸国に対する支配力を強める一方、国内では軍艦のコミテとして、戦争に参加する無産市民の発言力が高まった。これを背景に、前5世紀の半ば頃、将軍ペリクレスの指導の下で、アテネ民主制は完成された。そこでは、青年男性市民の全体集会である民会が、多数決で国家の政策を決定し、将軍など一部を除き、一般市民から抽選された。任期1年の役人が行政を担当した。裁判は、やはり抽選された多数の陪審員が、民衆裁判所において投票で判決を下した。市民は、貧富に関わらず、平等に参政権を持ち、できる限り多くの市民が、政治に参加することを求められた。他方、役人や政治家の責任は、弾劾裁判などで厳しく追及された。このような民主制は、デロス同盟諸国を中心としたギリシアの諸ポリスに広まった。市民団の中では、政治的平等が徹底している一方で、奴隷、在留外人、女性には参政権がなかったこと、第二制でなく市民全員が参加する直接民主制であったことなどが、現代の民主政治との違いである。だが、民主主義という考え方を、世界で初めて生み出した点で、ギリシア民主制の世界史的意義は大きい。ポリスの変質、デロス同盟によって、急速に勢力を広げたアテネに、ペロポネソス同盟の盟主、スパルタは脅威を感じ、やがて対立する両者は、前431年、ペロポネソス戦争に突入した。前ギリシア世界は、主に民主制ポリスを中心とする、アテネ側と、貴族制ポリスを中心とする、スパルタ側の二陣営に分かれて、戦うことになった。はじめ、優勢であったアテネは、疫病の流行で、ペリクレスを失ってから、政治が混乱し、ついにペルシアと結んだスパルタに敗れた。その後、前4世紀半ばには、スパルタに代わり、テーベが一時、主導権を握るが、敗戦後も、民主制を守り続けたアテネは、勢力を回復し、さらにペルシアが、ギリシア人同士を互いに争うよう仕向けたので、これら有力ポリス間の争いは、収まらなかった。絶え間ない戦争の間に、ポリスでは土地を失って、市民の身分から、転落する者が増え始めた。そして、市民軍に代わって、金で雇われて働く傭兵が、流行するようになると、市民団の団結は失われ、ポリス社会は変質し始めた。その後、前4世紀後半、ポリスを作らなかったギリシア人の一派である、北方のマケドニアが、フィリッポス2世の下で、軍事力を強め、前338年、カイロネイアの戦いで、テーベとアテネの連合軍を破った。フィリッポスは、スパルタを除く、全ギリシアのポリスをコリントス同盟、エラス同盟に集め、それらを支配下に置いた。エレニズム時代、フィリッポス2世の子である、アレクサンドロス大王は、これまでギリシア諸国の争いに、たびたび干渉してきたペルシアを討つため、マケドニアとギリシアの連合軍を率いて、前334年、東方遠征に出発した。大王はエジプトを征服後、ペルシアを滅ぼし、さらに軍を進めて、インド西北部まで至り、東西にまたがる大帝国を築いた。彼が急死した後、その領土は、ギャドクイ、後継者、と呼ばれる、部下の将軍たちによって争われ、やがて、アンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、ストレマイオス朝エジプトなどの諸国に分裂した。大王の東方遠征から、最も長く存続した、ストレマイオス朝エジプトの滅亡、前30年までの約300年間を、エレニズム時代と呼ぶ。この時代には、ギリシア風の都市が多数、オリエントやその周辺に建設され、これらの都市を中心にギリシア文化が広まった。中でもエジプトのアレクサンドリアは、
経済、文化の中心都市として大いに栄えた。このようにプリスはマケドニアに征服されて政治的独立を弱めたが、ポリスを原型にした文明生活の基盤としての都市は、その後もなお古代地中海世界に生き続けていった。ギリシアの生活と文化。ギリシア人は明るく合理的で人間中心的な文化を生み出し、その独創的な文化遺産は後の西洋近代文明の模範となった。ギリシア文化の母体は市民が対等に議論することができたプリスの精神風土にあった。市民たちは余暇をアゴラや民会での議論や体育場での訓練などに用い、公私ともにあらゆる方面にバランスよく能力を発揮することを理想とした。ギリシア人の宗教は多神教で、オリンポス十二神らの神々は人間と同じ姿や感情を持つとされた。ギリシアの文学は神々と人間の関わりを歌った。オメロスやヘシオドスの叙事詩から始まった。だがその一方で、論理と議論を重視する気風は、自然現象を神話でなく、合理的根拠で説明する科学的態度に現れ、全6世紀には、イオニアのミレトスを中心に、イオニア自然哲学が発達した。万物の根源を水と考えたタレスや、ピタゴラスの定理を発見した。ピタゴラスが有名である。その後、全5世紀以降、文化の中心地となったのは、言論の自由を保障した民主制アテネである。民主制の重要な行事である祭典では、悲劇や喜劇のコンテストが催され、これを鑑賞することはアテネ市民の義務でもあった。三大悲劇詩人と呼ばれたアイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデスや、政治や社会問題を題材に取り上げた喜劇作家、アリストファネスが代表的な劇作家である。民会や民衆裁判所での弁論が市民生活にとって重要になってくると、ことの心理移管に関わらず、相手をいかに説得するかを教える、ソフィストと呼ばれる職業教師が現れた。万物の尺度は人間と主張したプロタゴラスがその典型である。これに対しソクラテスは真理の絶対性を説き、良きプリス市民としての生き方を追求したが、民主制には批判的で、市民の誤解と反感を受けて処刑された。彼が始めた哲学を受け継いだプラトンは、事象の背後にあるイデアこそ、永遠不変の実在であるとし、また、選ばれた少数の有徳者のみが、政治を担当すべきだという、理想国家論を説いた。彼の弟子、アリストテレスは、経験と観察を重んじ、自然、人文、社会のあらゆる方面に、施策を及ぼした。万学の祖と呼ばれる彼の学問体系は、後にイスラームの学問や、ヨーロッパ中世のスコラ学に、大きな影響を与えた。また、エロドトスやトゥキリデスは、共に、歴史記述の祖と呼ばれ、過去の出来事を神話によってではなく、資料の批判的な探求によって説明した。調和と均整の美しさが追求されたのは、建築、美術の領域であった。建築は、主に柱の様式により、荘厳で力強いドーリア式、優美なエオニア式、華麗なコリント式、などに分類される。ペリクレスの企画のもと、15年をかけて完成した、アテネのパルテノン神殿は、ギリシア建築の近世美と輝きを、今に伝える、ドーリア式の傑作である、彫刻家、ペイリアスに代表される、彫刻美術は、理想的な人間の肉体美を表現したものであった。エレニズム時代に入ると、ギリシア文化は東方にも波及し、各地域の文化からも影響を受けて、独自の文化が生まれた。これをエレニズム文化という。この時代には、ポリス中心の考え方に代わって、ポリスの枠にとらわれない生き方を理想とする、世界市民主義、コスモポリタニズム。の思想が知識人の間に生まれた。そこから哲学も、ポリス政治からの逃避と、個人の内面的幸福の追求を説くようになり、精神的快楽を求めるエピクロスのエピクロス派や、禁欲を重視するゼノンのストア派が盛んになった。この時代には特に自然科学が発達した。
エウクレイデスは今日、ユークリッド幾何学と呼ばれる平面幾何学を集大成し、またアルキメデスの原理で知られるアルキメデスは数学、物理学の諸原理を発見した。またコイネーと呼ばれるギリシア語が共通語となり、エジプトのアレクサンドリアには王立研究所、ムセヨンが作られて、自然科学や人文科学が研究された。ギリシア美術の様式は、西アジア一帯に広がり、インド、中国、日本にまで影響を与えた。3. ローマ世界、ローマ共和制。前1000年頃、古代イタリア人が、北方からイタリア半島に南下、定住した。その中のラテン人の一派によって、ティベル川のほとりに建設された都市国家が、ローマである。ローマは、先住民、エトルリア人を通して、ギリシア文化の影響を受け、はじめ、エトルリア人の王に支配されていたが、前6世紀末に、王を追放して共和制となった。ローマでは、貴族、パトリキ、と、主に中小農民である平民、プレブス、の身分差があり、最高官職である任期1年、2名のコンスル、執政官、は貴族から選ばれていた。そして、コンスルを指導し、実質的な支配権を握っていたのは、貴族の会議である元老院であった。しかし、重装歩兵として、国防に重要な役割を果たすようになった中小農民は、貴族による政権独占に不満を持ち、平民と貴族との身分闘争が、早くから起こった。まず、前5世紀の前半に、元老院やコンスルの決定に、拒否権を行使できる、平民出身の御民館と、平民だけの民会である、平民会が設けられた。ついで、前5世紀半ばには、慣習法を初めて成文化した、十二章法が制定、公開され、前367年には、リキニウス・セクスティウス法により、コンスルのうち一人は、平民から選ばれるようになった。そして、前287年には、オルテンシウス法により、平民会の決議が、元老院の認可なしに、全、ローマ人の国法となることが定められ、ここに、平民と貴族との政治上の権利は、同等となった。だがこうして、平民にも参政権が与えられると、従来の貴族に、一部の富裕な平民が加わって、新しい支配階層が成立し、政権を独占するようになった。また、実質的には、元老院が指導権を持ち続け、しかも非常時には、独裁官、ディクタトル、が、独裁権を行使できた。これらの点において、ローマ共和制は、貧富の区別なく、市民が政治に参加できた。ギリシアの民主制と大きく異なっていた。地中海征服とその影響を、ローマは、中小農民の重装歩兵を、軍事力の中核にして、元老院の指導のもと、他のラテン人やエトルリア人、および南部に住むギリシア人の都市国家を、次々に征服し、前3世紀前半には、全イタリア半島を支配した。征服された諸都市は、個別にローマと同盟を結ばされ、それぞれ異なる権利と義務を与えられた。この分割統治の方法は、非支配者の団結と反抗を、巧みに予防した。また、ローマはギリシアのポリスと違い、服属した住民の一部に、ローマ市民権を分け与えて手なずけたため、広い領域を支配することに成功したのである。ついでローマは、地中海西方を支配していた。フェニキア人植民地カルタゴの勢力と衝突し、3回にわたるボエニ戦争を、前264年から前146年、が起こった。カルタゴの将軍ハンニバルが、イタリアに侵入して、ローマは一時危機に陥ったが、スキピオの活躍などで戦局を挽回し、ついに勝利した。ローマはその後、東方のエレニズム世界にも進出して、前2世紀半ばに、マケドニアとギリシア諸ポリスを支配するようになり、地中海全体をほぼ制覇した。この間、ローマ本国の社会には、深刻な変化が生じていた。中小農民は長期の征服戦争に出征するうち農地が荒廃して没落し、
落ちぶれた農民の多くは都市ローマに流入した。こうした無産市民たちは俗州から大量に輸入される安い穀物で生活するなど、ローマ支配の恩恵を被ったため一層の征服戦争を望んだ。一方、俗州統治の任務を負った元老院議員や俗州の徴税請負を行う騎士階層は、俗州の拡大によって莫大な富を手に入れた。ローマの支配階層である彼らは、イタリアで農民が手放した土地を買い集めたり、征服によって生まれた公有地を手に入れるなどして、戦争捕虜である奴隷を多数使った大土地所有、ラティフンディアを営んだ。こうして、貧富双方の市民に望まれた征服戦争は、ますます拡大し、それとともに、市民の間の経済的格差も、いよいよ広がった。その結果、前2世紀後半から、市民の平等を原則とした、ローマの都市国家としての性格は、大きく変質し始め、共和制の土台は揺らぎ出した。貧富の対立が激化すると、政治家は、元老院の伝統的支配を守ろうとする、罰族派と、無産市民や騎士が、支持する平民派に分裂して争った。内乱の一世紀。農民の没落による軍事力低下に危機感を抱いたブラッツ兄弟は、相次いで御民官に選ばれると、兄、前133年、弟、前123、122年、大土地所有者の土地を没収して、無産市民に分配しようとした。だが改革は大地主の反対に遭い失敗。兄は殺され、弟は自殺した。以後、有力政治家は、私的な庇護民を配下として多く抱え、彼らを使って互いに暴力で争うようになり、ローマは内乱の一世紀に突入した。前一世紀に入ると、軍隊は、有力者が無産市民を集めて作る私兵となり、平民派のマリウスと、罰族派のスラが、互いに私兵を率いて争った。また、イタリア半島の同盟都市は、ローマ市民権を求めて反乱を起こした。前91年から前88年。さらに、見せ物に使われた剣道が、スパルタクスに率いられて大反乱を起こす。前73年から前71年、など、内乱は頂点に達した。この混乱を武力によって鎮めたのが、実力者ポンペイウス、カエサル、クラッスであった。彼らは前60年、私的な政治同盟を結んで、元老院と罰族派に対抗し、政権を握った第一回三党政治。その後、カエサルはガリア、今日のフランス、遠征の成功によって指導権を獲得。政敵ポンペイウスを倒して、前46年に天下を統一した。彼は連続して独裁官に就任して、社会の安定化に努め、民衆に多大の人気を得た。しかし、元老院を無視して、独裁者になる勢いを見せたため、前44年、元老院共和派のブルートゥスらに暗殺され、政治は再び混乱した。翌年、カエサルの部下アントニウスとレピルス、カエサルの養子オクタビアヌスが、再び政治同盟を結んで、罰族派を抑えた。第2回三党政治。やがて、オクタビアヌスは、エジプトの女王、クレオパトラと結んだアントニウスを、前31年に、アクティウムの海戦で破り、プトレマイオス朝は滅ぼされて、ローマの属州となった。ここに、地中海は平定され、内乱は終わりを告げた。ローマ帝国、権力の頂点に立った、オクタビアヌスは、前27年、元老院からアウグストゥス、尊厳者の称号を与えられた。ここから帝政時代が始まる。彼はカエサルと違って、元老院など、共和制の制度を尊重し、市民の中の第一人者、プリンケプス、と自称した。だが実際には、ほとんど全ての要職を兼任し、全政治権力を手中に収めていた。この政治を原始制、プリンキパトゥス、とい、事実上の皇帝独裁であった。これより約200年間の時代は、ローマの平和と呼ばれ、空前の繁栄と平和が続いた。ことに御憲帝の時代は、ローマの最盛期で、
トラヤヌス帝の時、領土は最大となった。ローマ風の都市が道路や水道とともに国境近辺にまで建設され、都市文化が浸透した。その中にはロンドン、パリ、ウィーンなど、後に近代都市となったものも多い。ローマは都市を通して属州を支配し、都市の上層市民はローマ市民権を与えられる代わりに帝国支配に貢献した。だが他方、ローマ支配の下で重税に苦しむ属州下層民もいた。やがてローマ市民権の拡大は徹底し、ついに212年カラカラ帝の時には帝国の全自由人にローマ市民権が与えられ、ローマは文字通り世界帝国となった。商業活動も繁栄し、季節風貿易によって中国、東南アジア、インドから絹や香辛料がもたらされた。3世紀の危機。ところが、五賢帝最後のマルクス・アウレリウス・アントニヌス帝の治世末期頃から帝国財政の行き詰まりや経済の不振が次第にあらわになってきた。3世紀には帝国のまとまりが崩れ始め、各属州の分断が独自に皇帝を立てて元老院と争い、短期間に多数の皇帝が即位しては殺害されるという軍人皇帝の時代になった。また北のゲルマン人や東のササン朝などの異民族も国境に侵入し、戦乱は止まず、帝国は分裂の危機に陥った。社会の仕組みも変化しつつあった。内乱と異民族の侵入に対する軍事力が増強され、その維持のため、都市は重税を課されて経済的に弱まり、特に西方で衰退し始めた。都市の上層市民の中には都市を去って、田園に大所領を経営する者が現れた。彼らは貧困化して都市から逃げ出した。下層市民などを小作人、コロヌス、として大所領で働かせた。こうした生産体制を小作制、コロナドゥス、と呼び、やがて奴隷制経営によるラティフンディアに、取って代わった、西ローマ帝国の滅亡。284年に即位したディオクレティアヌス帝は、帝国を四分し、正帝と副帝を二人ずつ立てて統治させる指定分治制、テトラルギア、を敷いて、政治的秩序を回復し、また、軍の兵員を増やし、徴税の仕組みを新しくするなどの諸改革を断行して、分裂の危機をとりあえず回避した。さらに、皇帝を神として礼拝させ、専制君主として支配したので、体制はクレイム原始制から専制君主制、ドミナトゥス、へと変化した。ディオクレティアヌス帝の政策を引き継いだ、コンスタンティヌス帝は、それまで迫害されてきた。キリスト教を公認することで帝国の統一を図り、また軍隊をさらに増強して帝国支配を安定させようとした。また財政基盤を整備するため、コロヌスを土地に縛り付けて税収入を確保し、下層民の身分や職業を世襲化した。彼は330年に新たな首都をビザンティウムに建設して、これをコンスタンティノープルと改称し、巨大な官僚体制を築いた。官吏の力は強大となり、皇帝が官吏を使って帝国を専制支配する体制が出来上がった。ローマは官僚制を土台とした階層社会となり、人々は官吏としての出世を望むようになった。こうして、ポリス以来の市民の自由は完全に失われた。コンスタンティヌス帝の改革にもかかわらず、膨大な数の軍隊と官僚を支えるための重税は、相次ぐ属州の反乱を招いた。さらに、375年に始まる、ゲルマン人の大移動によって、帝国内部は混乱したため、帝国の分裂を防ぐことは困難になった。そこで、395年、テオドシウス帝は帝国を東西に分割して、西に分け与えた、コンスタンティノープルを首都とする、東ローマ帝国、ビザンツ帝国は、都市経済が比較的健在で、その後、1453年まで続いた。だが、ローマを首都とする西ローマ帝国は、ゲルマン人の侵入で混乱を極め、ついに476年、ゲルマン人傭兵隊長オドアケルによって、西ローマ皇帝は退位させられ、
ここに、西ローマ帝国は滅亡した。キリスト教の成立。キリスト教は1世紀に、ローマ支配下のパレスチナから生まれた。当時、ユダヤ教を指導していた、祭司やパリサイ派は、律法を形式的に守ることを重んじ、また、ユダヤ支配層として、ローマ支配に協力していたから、重税に苦しむ民衆の声に、応えようとしなかった。やがて、パレスチナの民衆は、このような現状からの救済を、期待するようになった。この地に生まれたイエスは、祭司やパリサイ派の、形式主義を批判し、貧富の区別なく及ぼされる、神の絶対愛と隣人愛を説き、神の国の到来と最後の審判を約束した。民衆はイエスを救世主、メシア、ギリシア語でキリスト、と信じて、彼の教えに従うようになった。祭司やパリサイ派はイエスを、ローマに対する反逆者として、総督ピラトに訴え、彼は十字架にかけられ、処刑された。30年頃、しかしその後、弟子たちの間にイエスが復活し、その十字架上の死は、人間の罪を贖う行為であったとの信仰が生まれ、これを中心に、キリスト教が成立した。その後間もなく、ペテロやパウロなどの使徒によって、伝道活動が始まった。パウロは、神の愛を異邦人、ユダヤ人以外の民族にも及ぶとして、ローマ帝国各地に布教し、パレスチナ以外の地域にもキリスト教を広げた。信徒の団体である教会も超アジア、チリア、ギリシア、そして首都ローマに作られた。その結果、3世紀頃までにキリスト教は、主として奴隷、女性、下層市民など、社会的弱者を中心に、帝国全土に広がり、やがて上層市民にも、信徒が見られるようになった。この間に新約聖書がギリシア語の共通語、コイネーで記され、旧約聖書と共に、キリスト教の経典となった。迫害から国教化へ。当時のローマの宗教は多神教で、皇帝も神の一人とされた。それに基づいて、皇帝崇拝儀礼が次第に強化されていったが、唯一絶対神を信じるキリスト教徒は、皇帝礼拝を拒み、国家祭儀に参加しなかった。そのため彼らは反社会集団とみなされ、ネロ帝の迫害、64年から、ディオクレティアヌス帝の大迫害、303年まで民衆や国家から激しく迫害された。だがキリスト教は、帝国全体に拡大を続け、ついにはこれを禁じれば、もはや帝国の統一が維持されないことが明らかとなったため、コンスタンティヌス帝は313年のミラノ勅令でキリスト教を公認した。さらに324年、帝が全国を統一すると、キリスト教公認は全帝国に広がった。その後キリスト教は皇帝の保護を受けて、勢力を著しく伸ばしていった。当時キリスト教会では、教義をめぐって論争が起こっていた。325年に、コンスタンティヌス帝が開催した、ニケア公会議においては、キリストを神と同一視するアタナシウス派が、正統教義とされ、キリストを人間であるとするアリウス派は異端とされた。アタナシウスの説は、後、三位一体説として確立され、正統教義の根本となった。4世紀後半に、廃教者と呼ばれたユリアヌス帝が、異教復興を企てたが成功せず、ついに392年、テオドシウス帝はアタナシウス派キリスト教を国教とし、他の宗教を厳禁した。このようにキリスト教が国家権力と結びついていくにつれ、一般信徒を指導監督する、司教司祭などの聖職者身分が成立し、教会の組織化が進んだ。異端とされたアリウス派は、北方のゲルマン人の中に広まった。また、431年のエフェソス公会議で、キリストの神性と人性とを分離するという考え方を、異端と宣告されたネストリウス派は、ササン朝を経て、東大の中国に伝わり、景教と呼ばれた。ローマの生活と文化。ローマ人は高度な精神文化では、ギリシアの模倣に終わったが、ギリシアから学んだ知識を、帝国支配に応用する、実用的文化においては、
優れた能力を見せた。ローマ帝国の文化的意義は、その支配を通して、地中海世界の隅々にギリシア、ローマの古典文化を広めたことにある。例えば、ローマ字は今日、ヨーロッパの大多数の言語で用いられているし、ローマ人の話したラテン語は近代に至るまで、教会や学術の国際的な公用語であった。ローマの実用的文化が典型的に現れるのは、土木建築技術である。都市には、浴場、凱旋門、闘技場が建設され、道路や水道橋も作られた。コロッセウム、円形闘技場、パンテオン、万神殿、アッピア街道、など、今日に残る遺物も多い。都市ローマには、100万もの人々が住み、そこに享楽的な都市文化が花開いた。パンと見せ物を楽しみに生きていた。都市下層民は、有力政治家が恩恵として配給する穀物を当てに生活し、闘技場での見せ物に歓声を上げた。支配の実用技術として、後世に最も大きな影響を与えた。ローマの文化遺産は、ローマ法である。ローマが、様々な習慣を持つ。多くの民族を支配するようになると、万人が納得する。普遍的な法律の必要が生じた。十二章法を起源とするローマ法は、はじめローマ市民だけに適用されていたが、やがてエレニズム思想の影響を受けて、帝国に住むすべての人民に適用される、万民法に成長した。6世紀に、東ローマ帝国のユスティニアヌス大帝が、トリボニアヌスら、翻訳者を集めて編纂させた、ローマ法大全が、その集大成である。ローマ法は、中世近代に受け継がれ、今日の我々の生活にも、深い影響を及ぼしている。また、現在用いられているグレゴリウス暦は、カエサルが制定した、ユリウス暦から作られたものである。文芸や学問の分野では、ローマ人はギリシア人の独創性を超えられなかった。アウグストゥス時代は、ラテン文学の黄金期と言われるが、ヴェルギリウスらの作品には、ギリシア文学の影響が強い。散文では、カエサルのガリア戦記が名文とされた。ギリシアに始まった弁論術は、ローマでも発達し、ローマ最大の弁論家と言われる、ヒケロを生み出した。歴史記述の分野では、リミウスやタキトゥスが有名であるが、生態循環史観で知られるポリビオス。ギリシア・ローマの英雄的人物の生涯を描いたプルタルコス。当時知られていた全世界の知史を記述したストラボン。のようなギリシア人による歴史書、地理史も重要である。哲学の分野では、特にストア派哲学の影響が強く、その代表者であるセネカやエピクテトスの説く道徳哲学は上流階層に広まった。皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスはストア派哲学者としても有名である。自然科学ではプリニウスが百科全書的な知識の集大成である博物誌を書いた。またプトレマイオスの唱えた全道説は後イスラーム世界を経て中世ヨーロッパに伝わり長く西洋人の宇宙観を支配した。ローマ人の宗教はギリシア同様多神教であった。帝政期の民衆の間にはミトレ教やマニ教など東方から伝わった神秘的宗教が流行したが、その中で最終的に勝ち残って国家宗教の地位を獲得したのがキリスト教である。ローマ帝政末期にはエウセビオスやアウグスティヌスなどの教父と呼ばれるキリスト教思想家たちが正統教義の確立に努め、後の神学の発展に貢献した。